化け物の子はですね、うーんね、一応ね、ツイッターとかでは70点というふうに言ったんですけども、ツイッターの70点はね、氷川さんとかに遠慮したよね。なんかね、やっぱりね、アニメ界で細田さん化け物の子をね、なんかこう評価しようという大きい流れがあるんで、あんまりね、そこのところにですね、差を指すのも何かなと、あと映画公開したてであれこれ言うのも何かなと思って、7万人ぐらいが見てるツイッターでは70点って言ったんですけども、まあもうそんなに見てないであろうニコ生ではですね、本音から語るとですね、なんじゃこりゃですよね、化け物の子なんじゃこりゃっていうのも変ですけども、映画見終わった後にこれどうすればいいのって、感動するような話にはしてるんですよ、ちゃんと。それなりにですね、男の子の成長があってですね、で、自分の師匠がいて、父親代わりの師匠みたいな人がいてっていうのを感動するようになってるんですけどですね、もう冒頭一番最初にキュータっていう、キュータと中で呼ばれるですね、まあ、小学生ぐらいの男の子がですね、9歳ですね、9歳の男の子が、母親がいきなり死んで天涯孤独、父親は行方不明で天涯孤独の身分になると。でその中でどうやって生きていこうかということで、一番最初はキュータが拗ねてるんですね。でそこで親戚の人がそろそろ行くぞとか、こうついてこいとか、お前には何不自由ない生活をさせてやるからとか、子供は大人の言うこと聞いてればいいんだみたいな、絵に描いたようなですね、こう子供が拗ねそうなセリフをですね、こうバン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 言うんですって。でそれを聞いて、まあ主人公が拗ねて街の中飛び出して異世界を発見するみたいな話なんですけども、なんかね、ああいうね、あまりに分かりやすい、大人は分かってくれないで、たった一人みたいなものを出されるとですね、なんか甘えてるなと、この監督は。甘えてるっていうのは、観客が、あ、このキャラはこういう人なのね、分かった分かったっていうですね、世界系の漫画とかアニメを見慣れてる観客に対する甘えでありながら、一般の客層に対してですね、媚びてるですね、家族っていうのは自分たちで環境を作るんだみたいなお話をしようとしているところにですね、うわ、なんかもう、こうキャラクターが甘えるのはいいんだけど、監督が観客に甘えるのはやめてくれよっていうふうに思った。でだから全然ね、主人公の立場に監督が共感してないのが見えちゃうんですよね。なのであんまりこうピンとこなかった。ただ何も教えてくれない師匠、熊徹っていうですね、そのまあキュータの師匠になる人がですね、まあ、熊のモンスターみたいな妖怪みたいなやつなんですけど、そいつが何にも教えてくれないんですね。で何も教えてくれなくて、でも力だけは強くて、で、なんだろうな、弟子とかをこれまで取ったことあるんだけど、全ての弟子が逃げていってしまって、自分でそれを直そうともしない、自分勝手わがままでもパワーだけはあるっていう、あ、何なのかなと思って、何なんだろうね、あいつわかんないだろ。あれはね、宮崎駿なんだよ。そう、あれね、宮崎駿と細田守のポジションっていうのを語ってるところが、僕的にすればああって思った。結局宮崎駿から何か学ぶっていうのは不可能なんだっていう、話がこうラインにあって、でその中でそれだけで話にならないから、まあ、師匠のことは盗むっていうことで、熊徹のね、足運びとかを見てこうコピーして自分で学ぶっていうとかあって、そこはそこそこ感動的なんだけども、よくよく考えてみると、それはもうジャッキーチェン映画ではもう何十回見たか分かんないようなやつですね。そこのその師匠から盗むっていうのも、細田さんは技術としては分かるし、ストーリーとして頭に入ってるんだけど、本人は結構納得してない感がですね、なんかこう演出的にちょっと見えたようですね。そこら辺は面白かったですね。宮崎駿と自分の関係っていうのをいつかはそのテーマに入れるんだろうけども、ただ細田さんは自分の話をテーマとして入れるよりは、いかに観客に対して分かりやすく、なんだろうな、自分が求められているポジション、つまりポストジブリ、ポスト宮崎駿っていうのを演じきるのかというのがかかっていて、そこら辺がこう見てて、別にそんなものを引き受けてくれなくてもいいし、日テレの戦略とか策略に乗っからなくてもいいし、別に時をかける少女の頃のままでいいから、細田さんらしいものを作ってくれた方が最終的に歴史に残るアニメに近づくと思うんですよね。今みたいになんか一時期原監督やクレヨンしんちゃんの路線をぐわーっと変更した時に後を継いだ人がすごいしんどかったわけですよね。まあなんだろうな、猛烈大人帝国とか戦国あっぱれ合戦みたいなものを期待されても困るんだろうけども、だからそれで苦しんだように、細田さんは自分自身で自分のあんまり思ってない、望んでない方法ってことをやりたがってるのが、なんかちょっと見ててね、切なかったであります。で化け物の子は、まあツイッターには70点って書いてあるんだけど65点ぐらいかな。でもう一回サマーウォーズでもちょっとしんどい、時をかける少女からサマーウォーズの頃ぐらいに戻ってもらった方がいいかなというふうに思いました。